脱炭素化への取り組みが進む中、三菱自動車は来週から2年ぶりに軽タイプの商用 EV の一般販売を再開します。関連企業をはじめとした地元経済の活性化に期待がかかります。今月24日から一般販売が再開されるのは軽商用 EV ミニキャブミーブです。すべて水島製作所で生産され、1回の充電で走行できるのは133キロ、補助金を使えばおよそ200万円で購入できます。2011年に発売されたこの車は、2020年度までにおよそ9300台が販売されましたが、需要の落ち込みのため去年3月生産を終えていました。しかし世界的に脱炭素化への取り組みが進み、企業や自治体などからの引き合いが増えてきたことから販売再開が決まりました。世の中がカーボンニュートラルということで後押してくれているこの車がですね、またお客様の目に触れて喜んでいただけるのではないかということで、非常に嬉しく思って期待しております。水島製作所では三菱と日産が共同開発し、今年6月に発売された KEV も生産されていて、受注が予想の2倍近いおよそ7000台に上るなど、 KEV の好調が続いています。これはもう社員に対してもですね、非常に嬉しい気持ちでありますし、取引先様にとっても、嬉しいことじゃないかなと思ってますので、これを発売することによって地域の皆様にも喜んでいただけているというふうに思っております。三菱自動車はミニキャブミーブの生産について毎月およそ400台を目標にしています。